部にいた人たちとはレベルが。止まるな、しよう。よし、焦ってるぞ。もっとだ。苦戦してるみたいね。あなたは。私がサポートしてあげてもいいわよ。さあ、行きなさい。バキュレを使いに待っとうだ。バケモノがなだれ込んでくるぞ。見くびらないでほしいな。松尾さん、なんだこの小瓶。趣味悪いな。ダメ、それだけは私の手にも余る。触るな。バーカ、俺たちには峰岸さんがいるんだよ。なんだ、なぜ倒れ。あれはなんだ。野上さん、まずい。なんだこれは。孤独の次は超能力者の群れを食えということか。質の低い者たちだ。なんだこれは。植物の制御が効かない。やめろ。なぜ止める。見ていたが生かしといてもしょうがないクズどもだ。恩を売ったところで変わらない人間もいる。でも変われるかもしれない。もう悪いことしないって約束してくれ。ああ、約束する。助けてくれ。ほら、その場しのぎの嘘だったら。こいつらが更生するまで君が面倒を見るのか。監視し続けられると。それはできないよ。でも人が生きるには信じるしかないんだ。それができなくちゃ何も始まらないだろう。君らしいな。だが優しさだけでは解決できないこともある。時に人に厳しくするのも必要だ。そうなれば君は誰にも負けない、影山茂雄君。今度こそ最上は消滅したのか。それとも人に厳しくか。